はい、皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻はですね、日曜日の19時を回りました。非主政クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントがね、今から始まってまいりますけど、この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも必ず様々な困難があり、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来をですね、お聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。 MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。今日もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、この番組は各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM をお聞きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、ぜひですね、協賛したいとっていうふうに言っていただいた方はですね、毎日どこかで、あなたの会社の CM が流れますので、ぜひですね、ご応募いただければありがたいなと思います。さあ、この番組は沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾より20時までお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、そしてですね、私の YouTube チャンネル、FM 宜野湾さんの YouTube チャンネル、の方でも、アップされてますので、ぜひですね、アーカイブとして見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。さあ、そろそろですね、私がずっと喋っててもあれですので、今日、お待たせいたしました。今日のゲストはですね、浦添市の外人住宅の南国カフェ、心はカフェの三輪隆起さんからご紹介いただきました。ナオドリーム合同会社の、佐野直子さんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なおちゃん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあね、なおちゃんとは、ね、主政クラブで一緒にこう、司会もさせていただくような、はい、まあ、仲なんですけど、そうでした、そうでした。佐野隆起さんに次にご紹介いただくのが、佐野直子さんです。佐野直子さんみたいな。知ってますがな、みたいなね。そんなところから始まったんですけども、まあ、ご紹介いただきまして、今からね、なおちゃんにお話をお聞きしていきたいと思ってるんですけども、なおちゃんはあれですか、佐野さんって、佐野っていう名字って沖縄の人ですか？よく聞かれます。はいはい。私は、はい、沖縄県の糸満市出身なんですけれども、うんうん、佐野は二人目の旦那様の名字です。あ、なるほどね。二人目のね。はい。まあ、いきなりカミングアウトね。いきなり二人目の。ね。いきなり、はい。なるほど。糸満で生まれて、はい、あれですか。まあ、こう、ね、拝見させていただきましたですよ。まあ、はい、容姿端麗、マラソンも走る、ね。はい。そして、後ほど出てきますけど、ミセス・オブ・ザ・イヤーにもね、で、ご出場されて優勝されたというね、はい、この佐野直子さんなので、まあ、多分ね、幼少時代は、まあ、なんか、良い家庭でお過ごしになられたんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、はい。どんな幼少期だったんですか？そうですね。まあ、活発な女の子ではあったんですけれども、うんうん、母が、何度か離婚をしてまして。何度か離婚を、はい。で、私は未婚で生まれてるんですけれども、弟が3人いて、はいはい。お父さんが、まあ、あと二人いる感じなので。なるほど。小さい頃は、はい、お父さんが、こう、二人はいましたね。あ、なるほどね。なるほどね。なんか、全然あれだな。全然なんか、いきなりディープな話になってますね、うん、これ。ってことは、大丈夫ですかね、はい、シングルマザーで生まれたので、うんうん、じゃあ、海のお父さんは知らないってことですか？うん、知らないです。未だに。未だに。はい。まあまあ、そんなね、ちょっと、いきなりこう、何ですか、波乱万丈な始まりをね、こうしてる感じになってますけど、さあ、それで、まあ、小学校、中学校は、まあ、何、どんな、まあ、運動とかもしてらっしゃったりしたんですか？そうですね、割とおばあちゃん子で育ててもらって、まあ、母も忙しくしてたんですけども、小学校は、私、足が速かったんですよね。陸上部とか、県とか、地域の陸上大会に出てたので、その先生がまたバスケの顧問をしてたんですよ。はいはいはい。それで、バスケ部にも入らないということで、4年生ぐらいの時にお誘い受けて、うん、ミニバスケットボールにも入りながら、陸上もしつつ、で、中学校は
またバスケ部に入りました。じゃああれだ。容姿端麗で、だってモテたでしょ、子供の頃から。モテたと思います、なんだそ正れ、直。なんだそれ。大体そうモテなかったんですとか言うやないか。ここ正直に言いまそすこ正ね。直にね、いや、素晴らしい。はい。で、まあ、運動も実際できると。で、その、バスケ部に入られて、どうだったの？まあ、沖縄ってね、僕も沖縄に来ると、沖縄に来られてない方とか、沖縄に住んでない方はあんまりわかんないかもしれないですけど、沖縄って本当になんか、3on3 とか、バスケがすごい、ね、そこら中でみんなバスケやってますもんね。すごいそうバスでケす盛ね。んな県だなと思うんですけど、中め学校時代はどうだったんですか？バスケの戦っ績とちゃいうか。楽しい。強かったんですよ、しかも。糸満中学校っていうところだったんですけど、結構ベスト4にはいつも入ってる感じで、ちょっと優勝まではしなかったです。準優勝とかして、あと、チームワークも良かったので、そこで私は精神力を鍛えられたっていうのが、大人になってすごく思います。まあまあ、昔のね、なおちゃんこう見えてもね、僕よりもちょっと、いや、だいぶにしとこうかな。だいぶ若いんですけど。なんですけど、46歳です。46ね。僕らの時46代っ歳。て、結構ね、厳しかったですもんね、部活とか運営も。ほんそうとですそうね。そう。今で言うね、いろいろ体罰とかっていうのも多分当たり前の時代だったと思いますし、まあ、そういうのがあっていろいろ鍛えられたかなって思いますよね。まあなんか、僕もすごいなんか、ね、高校の時に野球部で僕いじめられたりもしたんですけど、高校の先生からも夏休みの宿題忘れて40発殴られたからね。もう今でも忘れた山本和夫っていう頭面なんですけど。山本和夫にね、40発殴られてますよ。それすごい。まあでもなんかそんなね、理不尽なことも実際感じながら、まあ今で言うと体罰っていうことも実際あったりもしそうなですがら、まあね。でもいろんなことをね、頑張らなきゃいけないとか、頑張ろうとかね、こんなんがあって、まあ昔のね、まあ日本の強さっていうことになったと思うんですけど、まあまあバスケはちょっと置いといて、まあね、ダンスとかもやってらっしゃったりするじゃないですか、今でも。そうで、そでの、ダンス、ーす。というか、そのきっかけになったのは、なんか、どんなそうとですこね。から、いつぐらいからなんですか？なんか、小学生ぐらいの時に歌番組が、流行ってるのか、よくそれを見てて、歌って踊れるアイドルになりたかったんですね。なるほど。それでいろいろなんかオーディションとか受けたりしたのが、小学校の時あって、で、6年生の時にアクターズスクールの、もう今や誰でも知ってる、アクターズスクールのオーディションを受けて、合格はしたんですけども、中学だったら、通うのか、それともバスケを続けるのかっていう、ことの選択になって、私はバスケを続けようと思ったんですよ。なぜかというと、ちょっと自宅からアクターズスクールまでがバスで乗り換えだったので、その距離をちょっと中学になって通えるのかっていうのもありましたし、それで選びました。なるほど。じゃあ、安室ちゃんと同い年じゃなかったでしたっけ？同じ年です。す同ごい年い。で、まあ、高校になってアクターズスクールに通うことになるんですけども、その時には、ムロちゃんはもうスーパーモンキーズでデビューしてて、ちょこっとテレビに出るぐらいな感じで、まだブレイク前でした。じゃあ、小学校6年の時にアクターズスクールに受かったけど行かなくて、行かなくで、て。まあ、バスケにね、一生懸命こう頑張ってたと思うんですけど、バスケでも、なんか準優勝とかされたんでしょ？バスケのチームで。そもそも頑張り屋さんなんですよね。多分。努力家っていう言葉でしょうか。めんどくせえな。自分で言うなっつうの。自分で言う まあ、それがね、なおちゃんのいいとこですけど、まあ、そしてその中学校の時も、そのね、バスケで、まあ、精神力がついたりとか、まあ、成績も出たりされたんですけど、またもう一回アクターズスクールに再入部しようって思ったんです。そうですね。
そう、再入部というか、全く、経験はしてなくて、オーディションだけ受けて、レッスンは、通ってなかったので、まあ、初めて高校生になってアクターズスクールの門を叩くということになります。なるほど。はい。その時、な、もう、スピードマックス、ダパンプがデビュー前だったので、一緒にレッスンをしてたっていう黄金時代ですね、あの時は。まだまだ人数が少なかったので、一緒に帰ったりとか、はい、イベント出たりとか、はい、すごくいい経験をさせていただきました。あの時だからこそ。もう何度もね、言いますけども、僕はもうマックスのナナさんが大好きですから。何度も聞きました。もう大好きなんですよね。これ、ずっと言ってんすよね。あのね、僕はな、子供の頃、原田知世が好きで。ああ、す原田知ごい。世、中森明菜、工藤静香、小泉今日子。で、僕の最後のアイドルが、ナナです。いきなり入ってくるですね。マックスのナナさんか。ナナ、もうね、最高だったね。ナナああ。ナナナでしょ。ナナナナナ。やべ、今日ノリノリだ。行こう。はい。ライドンタイ、ライドンバイ、ライドンそうタイそうで、そうそうそう。そうそう。だん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 ね。そうなんだ。これ、ライドン、そう。こうなんだ。ナナナナナナ。全ララ、然そう、違うそじゃん。う。はい。まあ、です、です。そしてね、アクターズスうん、クール入られうん、ましうん。たと。入りました。さあ、入ってどうだったんですか？入って歌とダンスを学ぶんですよ。やっぱりみんな学生さんが多いので、土日にレッスンをしてっていう感じなんですけれども、あと3ヶ月に1回定期公演っていうのがあって、それに向けてのレッスンだったり、歌とダンスとか、あとはイベントでっていうのを練習をしていくんですけども、まあ、楽しかったですね。初めてのことだらけですし、で、生徒が生徒を教えるっていうのをアクターズは取ってて、おお、面白い。はい、はい。なので、すごく学びになりまして、まあ、そこで3年間、高校3年生の時にまた進学ね、どうしようかなっていうことで、私は大学に進もうと思って、ちょっと勉強に集中する期間もあって、短大、キリスト短期大学に進むんですけども、その頃からもう、安室ちゃんが大ブレイクして、何度かまあレッスンも安室ちゃんもね、見に来てくれて、ああ、安室ちゃんだって思ったのもあったんですね。で、もう瞬く間にアクターズスクールが安室奈美恵オーディションっていうのを、まあ、全国で開催するようになって、それこそもう中学生ではなく、小学生にアクターズスクールがもう目を向けるようになって、私、確かに、確かに。大学に進む年齢なので、ここにいて果たしてまあデビューができるのかとか、まあそういうことも見るわけですよ。で、短大に行って、ますますどんどん人数がもう100人、もう本当に1000人に行くんじゃないかとか、あとは番組をしだしたりっていう、まあ嬉しいことでもあるんですけども、今後自分の人生本当にどうしていこうっていう時になった時に、私は歌とダンス両方ではなくて、ダンサーっていうのに絞って、ダンサーとして活動をし始めました。まあ、ダンサーとしてね、なるほど。はい。はい。まあでも、まあでもじゃなくて、確かにそうですよね、あの頃って、さっきのあのスピードもそうですし、まあ、ハロプロ系がね、すごいあの、ミニモニとかね、なんかあっち系の方で実際そうでしたし、確かに、だって僕が、多分2002年ぐらいか、2000、僕は20歳か22ぐらいの時に、スピードが多分出てきてるはずなんですよ。で、多分だから僕の5年下なんで、なおちゃんは。そのぐらいの感覚で今からどんどん若くなっていくな、みたいな。まあ、そうですね。それこそ私、スピードのひとえちゃんと同じバスに乗って帰ってた時に、なおこ姉ちゃん、一人デビューするかもっていうとか、あと東京私、20歳で上京するんですけども、その時ひとえちゃんと会って交流してて、東京ドーム見に行きましたし、本当にもう売れてる絶頂期の時にいろいろあったりして。で、解散するかもっていう相談も、相談っていうかもう、電話で受けた時に、2、3日後に解散の記者会見をしてたりとなか。るほど。こんなさなかでしたそうね。ですか。まあまあ、そんなね、まあ今、東京って話も実際出ましたけど、まあね、なんか、
その東京に話行く前に、沖縄では、ホネットくも字っていう、あれ、何、商業施設になるんですかね、あそこは。そうです。沖縄唯一のもうデパートになりあ、ましそう、たデパートね、よ今や。ね。そうそう、そこでこうね、ダンスを披露されてらっしゃったりもして、さあ、歌をやめて、歌からダンス一本に絞って、さあ、東京に行くって話の選択にこう実際になるんですけど、まあ、それですね、中盤の方でお話をね、お聞きしたいなと思いますので、まずは一旦ね、前半はこの辺ということで、で、CM を皆さんお聞きしていただきたいと思います。では、まずは一旦ありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医治治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、CM 聞いていただきました。ありがとうございます。改めましてですね、本日のゲストはですね、ほら、はっちゃけてますよ、この人。この人は、ナオドリーム合同会社の佐野直子さんでございますね。よろしくお願いします。ラジオにご出演いただいて、一番無邪気なことですね。本当にありがとうございます。さあ、よかっ佐た。野直子さんなんですけども、まあね、沖縄で、そのね、前半最後はダンス一本にして、さあ、東京に行こうと。で、上京されたっていうことなんですけど、東京に行くって、まあ。沖縄から東京、なかなか結構、だって、あれですよ、電車ばっかりですよ、東京って。怖くなかった？人口も違うし。そもそもそうですね。電車ばっかもそうですし、建物も大きかったり、人も多かったり、ね、見知らぬ土地に行くって怖いって思うと思うんで、あの時の私、これ普通だったんですよ。あ、普通です、普通。普通。普通。なるほいや、どね。ダンサーといえば、まあ、ニューヨークとかってイメージがあると思うんですけど、やっぱそこまではいけない。それで、日本の中心は東京っていうのがもうすぐ浮かんだので、それを母に止められるかなと思いながらも、母に相談したら、もういいんじゃない、行きなさいと。全く止められることなく、背中を押してくれて、まあ行くときに、ちょうど短大から編入で行くお友達もいたので、親友が行くっていうことだったので、ルームシェアをしながら、行きました。ああ、いや、僕も、18の時にね、大阪に出てきましたけど、いやー、でもね、怖かったよ。なんか山口弁喋る人誰もいないし、そう、沖縄とかまだ方言も表現ね、違うしね、全然ね。そうそう。いや、そんな中で、まあ、東京に行かれたのも、すごい決断だったんだなって僕思いますし、やっぱりこう、なんか東京に行ってね、まあ、今からお聞きしようと思いますけど、ね、プラスにもなったり、マイナスにもなったりすると思いますけど、一つやっぱ東京に行ったっていうことはターニングポイントの1回目みたいな感じにやっぱなるんですかね。そうですよね。沖縄に行っては絶対出会えない方とか、わからないものとかも情報とか、東京行ってめちゃくちゃ感じました。逆に沖縄で今20年間過ごして、
東京にいる方たちよりも、やっぱり情報弱者になってるじゃないですか。ね、なるね。技術とか学ぶこともそうですし、うんうん、なので、ファクターズで3年間、4年間学んでたとはいえ、やっぱりダンサーとしてその世界を見たときに、基本が全然違うし。あ、そうなんだ。もうやっぱりバレエとかの基本を受けてたら強いんですよね。なので体の使い方とか、もうそもそもストレッチからも足がつりまくりの状態だったので、めっちゃなんていうのかな、もうカルチャーショックもありましたし、けど、やっぱりそこからスタートじゃないですか。だからまあ何をちょっと端折って少しでも近道で行けるかっていうのを模索したのがありましたね。そうか。沖縄の方が県外に出るのって三大、大学とか、まあ仕事で出る方が多いので、もうそれってやっぱり大学卒業したら沖縄の方戻ってくるんですよ。そうよね。そうね。そう。なので、本当に夢を追って出るってなかなかいないんですけど、まあ、私は、はい、そこで15年過ごすことにはなるんですけどね、結局。東京で15年も過ごしたの？はい。まあ、東京で15年ってことはね、20歳から35まで。35までいましたね。どうだったんですか、はい、その東京、今からお聞きしますけど、一口で言って東京って、どんなイメージですか、はい、その佐野さんにとって。いやー、夢を追う場所で、叶える場所なんですけれども、うん、まあ、これから話すね、子育てする環境では私には、合わなかったので、やっぱり身内がいない中とか、知り合いも、本当にそこから社会人になって作っていくところで子育てっていうのは私はできなかった土地でもあるんですけど、まあ、今子育て終わって、もう一度やっぱり自分のアップデートとか、成長のためには、その環境に身を置きたい場所ではあるって思って。なるほど。じゃあちょっと今結婚の話もね、ありましたけど、まあ、二十歳で出られて、はいはい、ね、いきなり結婚したわけじゃなくて、はい、多分ダンスでね、すごい頑張られたと思うんですけど、はい、はい。ダンスで頑張られて、あれでしょ、うん、花が開いたのは、いくつぐらいの時に花開いたんですか、はい、ようやくちょっとダンサーとしてお仕事とかいただけたのが25ぐらいですね。うん、5年間、下積み、うん。うん。はい。それまでは、アルバイトを掛け持ちしながら、その後もそうですけど、ダンススタジオに通って発表会に出るとか、まあ、ちょっとしたエキストラのお仕事というか、うんうん、まあ、経験をさせていただくっていうのがずっと続いてて、うんうん、結構ダンサーって事務所に入るよりも、もう個人で活動してる方が多くって。うん、あ、そうなんだ。うん、はい。売れてる先生とどんだけ出会うかとか、その方からお仕事をいただくかっていうのが、近道だろうと思ってたので、私はその選択をしたんですけれども、どの先生に習うかっていうのが、はい、一番の、まあ、運命が変わるっていう感じだと思います。なるほど。うん、それで、はい、ね、下積みされて、結構、はい、皆さんが知ってる、はい、皆さんが知ってる人のバックダンサーにもなられたんでしょ？そうですね。ありがたいことに、島谷ひとみちゃんの、バックダンサーのお話をいただいたときに、まあ、PV、プロモーションビデオに出てほしいということを、バイトのちょうど休憩時間に先生から電話をいただいて、もうよっしゃーみたいなね、ガッツポーズをしたのを覚えてます。島谷、はい、サザンの桑田さんもじゃなかったでしたっけ？あ、はい、そうです。大体、オーディションを何回かもちろん受けても、受からない、うん。も続いてたので、もう直々に先生からオファーをいただいてっていうのが、島谷ひとみちゃんと桑田佳祐さんだったので、うん、もうそれは本当に念願のっていう感じだったんですけども、島谷ひとみちゃんの、プロモーションビデオ、まあ、2曲出てから、そこからいろんなテレビ番組に、はしごで出たり、紅白に出場したり、で桑田佳祐さんはソロで活動した時のドームツアーに、出させていただいて、もう仕事で県外に行くっていうのが夢だったので、うん、北海道も行きましたし、大阪、名古屋、東京ドームにも立たせていただきました。横浜アリーナも。すごいな、四大ドームなんじゃないの？札幌もないのか？札幌も？
札幌、はい、あ札ー幌すです。ごい。まあちょっとね、島谷ひとみさんを知らない人もいるかもしれませんけど、甘い色のでしょ？長い髪がでしょ？長い髪ども、うぞ。風がいい、はい。優しく優包しく包むでしょ？むですね。はい、合ってなんかます。CM、なんかシャンプーかなんかの CM でしたね、多分ね。うん。違いましたっけ？髪がめちゃくちゃ、はい、長くて綺麗だったので、そうそうカバーそう。曲を、はい、その頃いろいろ出されてて、それが大ヒットっていう、そのはい、ね、島谷ひ感とじみでさす。んの、うん。歌ですけど、まあ、紅はい、白も出はたい。んでしょ？ですね。もう、それでやっぱり全国区なので、沖縄のお母さんに恩返しができたかなって、お友達にもね、報なる告ほしましど。た。はい、はい。で、しかも島谷ひとみさんの、歌、あれでしょ？今、カラオケ歌われたら、佐野さん出てるんですよね？はい、そうなんですよ。皆さん、ぜひ見てください。僕もコンビニはカラオケで、アンジェラスとガーネットムーンっていう曲に、私出てるので、探すの、難易度高いです。難易度高いじゃん、出てないじゃん、あんまり。まあでも、結構右の一番前に出てるよね。あ、そうですね。はい、アンジェラさんです。アンジェラス、はすい。ごいなぁ。うん。うん。さあさあ、ちょっと日の目をね、はい。どんどん浴びてきはてい。あげたところ癒さの、れまし佐野さんなた。んですけど、はい。その後、ね、出産ってうん。話もさっきありましたけど、はい。どうなっていったんですか、佐野さんは。そうですね。はい。一度目の結婚が24かな？あ、で、じゃあ、そ20、の、紅白の前にね。そうですあ、ね。なるはほい。ど。はいはいはい。はい。一度、小川になりまして、小川になりまして、はい。はい。その時、名字は矢田だったんです。矢田から小川になりまして。で、一年ぐらいでお別れをして、で、二人目の旦那様が佐野なんですけれどあ、なも、るほどね。はい。28歳で、身ごもって、佐野になりまして、29歳で、一人目出産しました。なるほど。はい。さあ、でもそうなるとね、はい。ダンサーうん。でこう、有名になっていくっていうふうな、はい。ね、身ごもってってなるから、やっぱね、そはい。こに夢諦めちゃった感じにやっぱなるんですかね、一つは。ちょうどその頃、やっぱり私より若くして活躍してるダンサーがいっぱいいたので、もう28、30手前でどうしようって思ってた時まあでに、もそうですよ子ね。供が、はい、できたので、いいきっかけで、一旦はやっぱり母親業になるじゃないですか。なのなりまで、す、なちょりっます。と、決断も、まあ、できましたね。それきっかけで、一旦お休みというか、辞めるというわけではないけども、子育てに専念しようと思いまして、28、それこそお腹いるときに、最後、ミュージックステーションに出ましたよ。すごいな。幕張メッセで、よく4時間とか5時間のイベントあるじゃないですか、ミュージックステーション。それに出て、島谷ちゃんに、産休、育休に入りますっていうことを 伝えて、入っまあてできもました。ね、それこそ、はまあい。こういう言い方すると申し訳ないですけど、20、うん。ね、10代とかのはい。子だったら体のキレももちろんいいし、で、もちろん体力もめちゃくちゃあるし、もちろんその技術とかね、円熟味は増してきますけど、まあやっぱ30とかになってくると、ダンスでご飯を食べていくっていうのは、やっぱなかなか難しかったりしますもんね、正直。難しいですよ。やっぱりそれが続けていく。自分はやりたいけども、そのお仕事が入ってくるかって全くわからない世界なので、本当に一握りというか、本当に大変だと思います。確かに。うん、さあ、ってうん。なるとですよ。はい。本来はって言ったらもうね、ネタバレそうですけど、なんか、素晴らしいね、経営者と結婚されて、悠々自適なね、結婚生活をね、送ってらっしゃることを期待したいんですよ。どんな結婚生活だったんですか？はい。もう、ちょっとね、今の外見とか、と全く違って、本当に、女性を捨ててた、夢を捨ててて、人生を捨ててたっていうね、どん底の時代があります。なんで、はい、子供を産んだんだろうとか、できてしまったんだろうとか、もう、それこそ、言葉、もうそのままなんですよ。虐待とか、もう自暴自棄とか、もうわかる時に、時代に突入していきました。30代は。
もしかすると、ね、虐待とかってしてしまうような、ね、感じな、そこまで精神的に追い詰められちゃった感じなんでしょうけど、なんでそうなっちゃったんですか？追い詰められると。20歳でダンサーを夢見て東京に出たときは、自分の夢って自分次第でなんとかなるじゃないですか。でも子育てって、対人間、対子供なので、全く知らないことをこれから、まあ、スタートするし、自分が思い通りにならないことだらけなんですよ。なので、そこで本当にメンタルをやられて、よう生きてるわっていうぐらい、まあ、それがあるから今があるんですけれどもね。まあ、じ本当にゃあ、大変でした。なんかちょっと今のお言葉だけではね、なかなかいろんなことで言いにくいこともあるかもしれませんけど、まあ、結構東京で15年間ね、ですけど、じゃあお子さんはいくつぐらいまで東京にいるんですか？29で1人目産んで、32でまた2人目産んで、35で2度目の離婚をして戻ってきました。まあ、ということは、上の子は男何の歳？子2人。上の子が今、高2。下今、の高子が2。中2。だいぶ大きくなって、でも離れるようになって、頼もしく、たくましく育っております。まあね、1回目の離婚、結婚があって、2回目の今、離婚があって、さらっと言ってますけど、っていうことは2回離婚したってことなんですけど、まあいろいろね、いろいろ人はあると思うんですけど、まあちょっとその辺も合わせて、まあいろいろあったんでね、離婚されたと思うんですけど、まあそこで沖縄にね、帰って来られてっていうふうな話なんで、まあ後半はね、沖縄で、帰って来られて、どんなね、どうやってこう回復したのか、回復しようとしたのか、まあそんなこともお聞きできればと思ってるんですけど、まあ中盤の締めはですね、いつも皆さんにお聞きする一歩ソング。あなたの一歩前に進む歌ってあったりとか、これを聞いたら元気になるとか、そんなことをお聞きしたいなと思うんですけど、なんかありますか？そうですね。私はよくそれを聞かれたときに必ず答えるのが、この島谷ひとみちゃんの紅白で出場したアンジェラス。アンジェラス。やっぱそれをの聞く代と表ね、作。どんな気持そちにのなるんです時、もうその時こそ、またダンサー4人で女か？性で出たんですけども、私以外の子たちはみんな体が細くって、ダンサーとして食っていってる彼女たち。で、私はまだアルバイトをしながら、ダンサーとしてようやく夢が叶ったっていう一曲なんですね。で、そういう、まあ、ギャップというか、そこにも苦しみましたし、正直ね。いろんな、やっぱり、映像では見れない、かったところ、裏はわかるわけですよ。それをまた見てね、これがあるから、また今があるっていう感じで、奮い立たせる曲になっております。なるほど。じゃあ、タイトルコールしていただいて、お聞きください、皆さん。では、どうぞ、お願いします。島谷ひとみちゃんのアンジェラス。お願いします。はい、どうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いに、もらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでもアクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。
沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、皆さんお聞きいただきました、島谷ひとみさんのアンジェロスですね。お聞きいただきました、はい、ありがとうございます。さあ、そしてね、最後後半にこう、向かっていこうと思うんですけど、うん、さあ沖縄に帰って来られたと、はい、子供2人連れて離婚されてね、はい、沖縄に帰って来られて、はい、さあ、沖縄に帰ってきたらどんな、ね、15年間東京に出て行って帰ってきたわけですけど、まあ、どんな沖縄に直面してどんな生活をしてらっしゃったんですか？はい、本当15年間ね、浦島太郎状態で沖縄に戻ってきて、うん、モノレールも私の時なかったのにできてる、新都心とか瀬長島とか豊崎とか、あの本当に変わってたんですね、見る街が、うんうん、のと、あと長寿県沖縄ダントツ1位だったものがだだ下がりになってる現状とか、あので、東京では私アルバイト掛け持ちで、まあ、生活できてたんですけども、ここの時給の低さ、沖縄の、ね、給料、うん、もうそうですね、沖縄のびっくりして、うん、で実際自分が働き出した時に右も左もシングルマザー、子だくさん、どうやってみんな育ててるの、かつ物価高で、その、あの、健康長寿沖縄だったものが、うんうん、あの、ちょっと、ドスコイ級の方たちがたくさんいて、そりゃそうだよな、ファーストフードたくさんあって、居酒屋さん夜中まで空いてる子供たちがそこにいる現状を見たときに、やばいぞ、沖縄って思ったんですね。うんうん、今から約10年前ですよ。何年も10年前。10年前ですね、35なので、うん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 。で、その現状、まあ、自分の地元、生まれた、こっちふるさとだけど、カルチャーショックがあって、なんとかしたい、なんとかしなきゃっていう思いもありつつ、ただ自分の生活もなんとかしないといけないっていうのが最優先なので、まずはもうお金のためにその時は働いてました、正直。まあそうだよね。いや、でもそうですよ。はい、正直だって生きていかなきゃいけないんだからね。うん、うん、うん。なんかあれでしょ、なんかコールセンターもやられたんでしょ、はい、そうです。はい。初めて会社勤めというのを、要するに OL さんをしまして、うんうん、勉強しながら免許を取得して、で、証券会社に勤めて、もう売ったり買ったりという株の、あの、そういう。そうなんだ。全然見た目とは違う。全く興味のないことですよね。やらなきゃいけないので。うん、というところに2年半勤めて、うん、それこそ子供たちを、自転車の前と前後、前後ろ、前後乗せながら、保育園、幼稚園に通わせて、頑張ったな、うん、もう沖縄ではない光景ですよね。本当に。確かに。はい。必死でした。それが、10年前ぐらいでしょ？ 10 年前ですね、うん。沖縄に帰ってきたのが35ですよね。はい、35です。で、そこでですよ、35で、はい、うん、ね、いろんなね、仕事もしてたり、うんぬんとかってしてましたけど、はい。まあ、ね、ミセスオブザイヤーとかも2019年出られてね、うん、ですけど、はい、ここに戻るきっかけになったとか、なんで戻るんですか？はい、はい、はい。はい、そうですね。37の時に、うんうん、もうすぐ40歳だなって、こう、と見上げたら、うんうん、あ、人生、80歳までまあ生きるとしたら、折り返し地点じゃないですか、40歳。40ってね。うん。はい。でも、60、70とかって、体が健康でいたらラッキーと思ったら、私の人生あと20年ぐらいしか生きれないじゃんと思ったんですね。うんうんうん、で、今まで子育てが、時間が、お金がっていうこと、全部正直もう言い訳にしてたんですよ。そんな自分をはたと見たときに、子育てちょっと落ち着いてきてるし、うんうん、いろんなことを言い訳にしてる自分ってかっこ悪いなとか、うんうんうん、もう一回、あ、スポットライト浴びたいなっていう、ちょっとこれがくすぶってきたんです。なるほどね。はいはいはい。この、はい、このままでは死ねないって思って、今やってる仕事とかを手放さないとか、環境を変えたい。ダンサーとしてもう一回、あの、うん、花咲かせたい。いろんな思いが出てきて、うんうん、でそんな中、
ぱりいろんなことでストレスまみれだったんです。それが体の体調不良というサインで、まあ、同時に現れて、一旦人生を見返すことが37歳の時にあって、そこからダンサーとしてもう一度活動したいっていう思いで、はい、動き出しました。なるほど。いや、今お聞きはい。してて、うん。そのなんかいろいろね、子供が云々がとか、はい。仕事が何がしっていうふうなことで、言い訳にしてうん。る自分に気づいたって言ったじゃないですか。はい。言い訳にしてる自分に気づく、言い訳って言えるのがすごいのよ。そうなんだ。いや、そのどんだけ機会があっても、やっぱりだってしょうがないじゃんっていうふうに、やっぱみんな言うのを、言い訳にしてる自分っていうことに気づいたら、ね、やっぱそれを変えたいっていうふうにやっぱ思うから、やっぱね、いや、それがすごいなってこうやって実際思いながらお聞きしてたんですけど、さあ、言い訳にしてる自分に気づきました。もう一回スポットライト浴びてよと。ってして、どういうふうな動きにしたんですか、その動き。そこからですね、まあ、仕事を週5でマックスしてたものを週3ぐらいにしようと。もう、偉い偉おい。給料は、はい、お給料は少なくてもいいから、自分が心が喜ぶこと、やりたいことをできる時間を作ろうというふうにシフトチェンジしていきました。で、体も全くダンスができる体にしてなかったですし、体重計すら乗ってなかったことを、ちょっとずつ運動したりとか、ダンスをできるような体にしていく。あと、まあ、メンタルとか出会う方とか、それこそもう思考とかも変えていきました。自分がもうネガティブだった思考をプラスに変えていく。で、子供とももうイライラしてたので、全くこう、喧嘩ばかりしてたんですけども、で、子供は自分ね、親の鏡っていうことを聞いたので、自分を変えていこうというふうにすると、子供ともコミュニケーションが取れて、いい環境ができましたので、そういうふうにちょっと出会う人とかも変えていったっていう感じですね。その出会う人を変えていったっていうのは、どういうふうな人に出会おうと思って動いたんですか？私の、まあ、母がきっかけなんですけれども、そういう、なんて言うんでしょうか、いい波動、今だから言います、いい波動を出してる方とか、見てわかりますよね。そういう方たちに会っていくと、学びの場を教えてくれて、そこに積極的に行くようにしました。今までだったら断ってたことも、なるだけお声がかかるっていうのは絶対そこにチャンスがあるっていうのそうが、ね。わかるので、なぜかって言ったら、20代の頃、ダンサーを目指して出た東京なんですが、そういうのをね、ちょっと敬遠してた自分がいたんですよね。はい。なので、あの時あの選択をしなかったから夢がちょっと遠のいたっていうのが後々分かったので、それをなるだけやるように、声かかったらそこに何かがある、何かがあるっていうふうに出るようにしていったっていうのが、はい、実際にあります。そこでいろんなお話をいただいて、まあ、ダンスを教えてくれないだとか、こういうお祭りがあるから出てくれないとかっていうのが、どんどんまあ声がかかってきたっていうのが、はい、現状としてあります。じゃあ、その週5から週3にしたけど、お仕事に関してっていうのは、そのダンスの仕事とか、なんかそんなのをいただいたりして、やってったと。そうですなるね。ほど。はい。アイドルの子たちに教えたり、主婦の方に教えたり、あとは自分がイベントに出たりとかっていうことが、どんどんダンスをする機会が増えていったので、ちょっと自分でもびっくりですけれども、新聞とかテレビとかでも取り上げていただける状況になっていきました。そんなすごい人な。私たち。いや、なんかね、あれなんですよ、こう、下手くそ。なんかもっとね、出したらいいのに。なんか、あれなのよ、皆さん、Facebook 開けましておめでとうございますって Facebook 出したら300件くらいいいねつくんですよ。おかしくない？僕、あれですよ、誕生日51歳になりましたって言って300件ぐらい。だから、おお、すごい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 。いや、でも、ね、開けましておめでとうございますで300件はおかしいよ、逆に。いや、やっぱそんだけ逆に人に影響力ある人だからね。なんか、今後ね、まあ、それこそすごく楽しみだなと思うんですけど、まあ、日の当たる場所にね、戻って、2019年、ミセス・オブ・ザ・イヤーにご出場されたんですよね。2019年は実はミセスジャパンという、
本日ジャパンに、はいはい、はい、はい。そのダンサーとしてちょっと一段落というか、ちょっと満足した自分がいたんですよね。2、3年ガーって駆け抜けて。で、ダンサーじゃない、一人の女性として輝くステージはあるかなって見たときに、コンテストに私は出会って、なるほど。そこからまた人生変わっていきました。はあ、そのコンテストっていうのが、はい、はい、それはね、美を。はい。あ、そうですね。ドレスアップして自分のスピーチを30秒でするっていう、全くダンサーではない、女性として母としてっていう、まあ、ステージがあるんですけれども、そこに出会った時に、ちょっとお恥ずかしい話、私はまだ周りがライバルっていう意識だったんですね。うん、なるほど、なるほど。はい。それを出た時に、ある方のちょっと Facebook を拝見したら、審査員の方だったんですけども、最大のライバルは己ってやったんです。なるほどね。はいはい。この言葉がもうね、本当にぐさっと刺さりまして、うん、周りじゃなくて自分だったんだって。だからあの時ああだったんだって、またね、過去をちょっと回想して、そこから自分、自分、自分ってなって、で、その時に、なおちゃんはまた、今後ね、沖縄の女性を引っ張っていってねって言われた一言で、あ、私が、沖縄を引っ張っていくためにはどうしたい、どうありたい、じゃあグランプリ、グランプリじゃなくてもどうしていこうっていうふうにすごく自分と向き合った1ヶ月半があって、その後のこのコンテストでグランプリをありがたく取らせていただいて、日本大会、日本大会でまた世界大会っていうのもあったんですけども、世界に行く前に日本の前に沖縄でやるべきことがあるだろうと気づかされて、その翌年から別のコンテストの統括というのを任せていただいて、完全裏方です。表には出ずに、女性を輝かせる。私が10年前沖縄に戻ってきた時にやりたかったこと。なるほどね。ここでできるっていうふうに、はい、気づかされました。まあ、じゃあ、さっきの2019年はあれ、ジャパンで優勝したってことですね。日本一になったってこと。そうです。すごいなぁ。沖縄大会でグランプリ。で、日本大会北海道であったんですけど、まあ、そこでも、パーソナリティ賞っていう、最も個性的なミセスに。個性的だ。うん、なるほど。それこそ唯一無二、私しかいないと思いました。はい。それせまあ、そんな裏方をして、今はね、いろんな方のこう、デジタルのことにこうなってますけど、ね、はい、出版も電子書籍で、ね、自伝も出版されて、はい。はい、そうですね。ね、すごいですね。佐野直子。ザ・佐野直子って出せますか皆さん。ザ・佐野直子。ザ、これこそ佐野直子だっていうね。本当に。なるほど。このタイトルしかないと。はい。思って、じゃあその、ザ・佐野直子が、まあね、自伝なんで今までのことを書かれたと思うんですけど、はい、まあ今後ね、はい、直ちゃんがどうしていきたいのかっていうようなことを、はい、教えていただければと思うんですけども、はい。はい。ありがとうございます。今後私の夢、目標といたしましては、まあ、大きなビジョンで言うと、この沖縄の女性たちに夢と希望を与えたい。特にシングルマザーです。本当に、×2 じゃなくて、私、丸2っていうことをスピーチで言ったことですので、ね、はい。そういう女性たちに、もっともっとできるよっていうことを、自立させたいっていうのが、まずは大きな夢としてあって、私個人としては、まあ、そういった女性たちに美と健康を、私の情報をお役に立てるものを届けていきたいというのが、もう、はい、やりたいことであります。やっていくことですね。いや、それこそね、僕もその、パーソナルカラーセミナーもね、開催させていただいて、はい、今、はい、お越しいただいて、なおちゃんの周りの方にね、はい、その、もっともっとかっこよく綺麗になってもらいたいなって僕も思いますし、ぜひ、はい、僕もその、両親がね、離婚して、うん、僕もシングルマザーで育ったので、うん、なんかそういうふうなところにこう支援っていうのを、こう二人でね、いい意味でコラボってできるかなっていうふうに思います。はい、やっていきたいです。はい、お願いします。さあ、そして、何かこのリスナーにね、はい、うん。リスナーの皆さんにアドバイス、まあ、いろんな経験されていらっしゃる佐野さんですけど、はい、なんかアドバイスになれば、どんなことなのでしょう。はい。はい、そうですね。今私がこう見えて明るく元気に見えると思うんですけども、私も本当にどん底な時代がありました。なので、人ってね、何が起こるかわからないじゃないですか。そういう意味で、今日今を大事に、明日何があるかわからない。
今日までの命だとしたら、皆さん、何を今日選択して行動しますかっていうのをメッセージ届けたいです。重たいなぁ。いや、でもそうですよね。なんか、それ今日が最後だとしたら、今やってることそれしますかみたいなね。そう、そう。本当そうだと思うんですよ。いやー、まあ、その、それこそね、何か踏ん切りを持って、このままじゃダメだとか、言い訳してる自分に気づいたりとか、20歳の時に東京に行こうとか、まあそんなね、一歩踏み出して来られてらっしゃる佐野さんだからね、今言える言葉じゃないかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。そして、最後にね、はい、笑っていいとも方式で、また次のゲストさんをご紹介いただいてるんですけども、はい。どなたをご紹介いただけますでしょうか。はい。もう誰を紹介しようかなって迷ったんですけども、ピンときた。金城真由美さんという素敵な女性がいまして、私がミセスジャパン2019年に出場したときに、それこそ今の私のように女性を輝かせる裏方として活躍されてた金城真由美さんも人生の恩人だと思ってますので、はい、出演をお願いしました。はい。いや、金城真由美さんね、違う、女性応援家の方で、はい、ウィズスマイルっていう、はい、ウィズスマイルっていうこの、はい、社名というか、野望自体で、なんかね、笑顔とかも、すごい明るい女性の方をね、はい、だと思いますので、すごいこう、僕も楽しみにしております。はい。はい。いやー、ありがとうございます、なおちゃん。ありがとうございます。本当に今日はね、楽しい時間で、こんなに明るい、ね、なおちゃんなんですけど、まあ、いろいろね、裏も表も実際あるので、はい、またね、そんなことっていうことは、ぜひ、はい、沖縄にお越しの方というか、いろいろ、はい、沖縄ともすごい、もっともっと、影響力ある女性になっていかれると思いますので、まあ、はい、もね、一緒にコラボってできればなと思います。はい。はい。ということで、今日は皆さん、ご聞きいただきましてありがとうございました。なおちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、はい、また来週お待ちしております。ありがとうございます。